金子投手と田口選手です。まずは先発で15勝目、11連勝の大エース金子投手です。今日も勝ちました。15勝です。ありがとうございます。11連勝はチームの OB の佐藤義則さん以来25年ぶりの記録だそうです。本当にすごい投手の方と並べたのはすごく嬉しいです。はい、今日のピッチング振り返っていただきたいんですが、1回は満塁のピンチありました。3点失いました。あのあたりはどんなお気持ちだったでしょう。そうですね、ちょっと初めバランスが悪くて狙ったところ行かなかったんですけど、まあ、ちょっとホームラン打たれてしまって、でもその後に打線が1点ずつ取ってくれて、まあ、粘っていけばなんとかなると思ってたんで、その後をしっかり抑えるように心がけました。2回以降は無失点でしたし、三振も11、ご自身でも納得のいくピッチングだったんじゃないですか。そうですね、三振取れたということは、決め球でいいところに行ってるっていう証拠だと思うので、それは良かったんですけど、本当に初めに点を取られたのが本当に反省ですね。途中 T 岡田さんがレフトのファールフライ、素晴らしいプレーで取ってくれました。ああいうのがあるとピッチャー乗っていきますね。本当に正直ファールになるかなと思ってたんですけど、本当に、まあ、T 岡田に取ってもらってすごく嬉しかったですね。そしていいところで田口さんが逆転ホームラン打ってくれて、いい形での今日は勝利ですね。本当に、まあ、ちょっと隣で言いづらいんですけど、本当まさかというか本当に涙が出るくらい嬉しかったんですけど、やっぱり打ってもらった後の回をしっかり抑えれたんで、まあ、良かったかなと思います。今日勝ってハーラートップタイの15勝目です。そして9月に入っても不敗神話続いています。そうですね、やっぱり僕が勝つということはやっぱりチームが勝つということなので、本当に連勝を続けていければいいんですけど、やっぱまずはチームの勝利が第一なので、個人的なことよりやっぱりチームの勝利を意識してやっていきたいですね。はい、それでは一旦変わっていただいて、続いて打のヒーロー田口さんにお越しいただきます。本当に素晴らしい結果、ナイスホームランでした。ありがとうございます。このホームのファンの皆さんの笑顔、そして歓声お聞きになってどうですか。そうですね、もう9年ぶりですかね、お立ち台に立つのは。そうなんですねすごく照れくさいですね。でもファンの皆さんはこのお立ち台で田口さんの声が聞ける日を待っておられました。すいません、だいぶ時間かかりました。申し訳ないです。今日はチームは途中まではマーフィー投手をなかなかあと1本が出ずに少し嫌な流れでしたね。いや、でも最初の3失点だけでね、金子がずっと頑張ってたんで、そのうち流れは来るだろうということをベンチでじっと見てましたけど、はい。そしていい形でランナーが出て、そして田口さん代打という起用でしたが、どんな思いでした。もうあそこは自分の、ね、バッティングをするだけなんで、とにかく集中だけしようと思って打席に入りました。コンパクトなスイングでファールで粘った後のホームランという最高の結果。そうですね、さっき、ね、金子も言いましたけど、まさかなんでまあでもその、まさかを、19年ぐらい繰り返してきてますから、はい。5月26日のベイスターズ戦も代打ツーランを打っておられます。だから田口さん本当に勝負強いんです。いやね、そう、皆さんを洗脳できるともっともっと打てるんで、はい、頑張りたいと思います。田口さんはオリックスでもそしてメジャーでも優勝を経験しております。優勝を請負人だと思うんですが、まだまだチームの可能性残っています。このファンの皆さんへメッセージをお願いします。はい、ファンの皆さんの、信じる気持ちが最後の一押しになりますので、残り試合少ないですけども、よろしくお願いいたします。では最後に大エース金子投手に今後の抱負、そしてクライマックスシリーズ進出を信じておられるファンの皆さんへメッセージをお願いします。はい、もちろん僕たちも諦めてません、ファンの皆様も、そうだと思うんですけれども、これから本当にファンの皆さんの声援が本当に大事になってくるんで、皆さんぜひ球場の方で応援よろしくお願いします。今日のヒーローは投打のヒーロー金子投手と田口選手でした。ありがとうございました。